マイケル・レッドグレーブは、イギリス・ブリストル出身の俳優。父ロイ・レッドグレーブは、サイレント映画のスター、母・マーガレット・スクーダモアも女優である。ケンブリッジ大学のモードリン・カレッジで学んだ後、短期環境師として働いてから俳優となる。イギリスの舞台、映画で成功した後に、ハリウッドに移る。1947年の、モーニング・ビカムズ・エレクトラでアカデミー主演団優勝に、ノミネートされた。 1956年にはトニー賞にもノミネートされている。1959年にサーの称号を授与されてもいる。1935年に女優のレイチェル・ケンプソンと結婚し、3人の子供を設け、3人とも俳優になった。1996年、コリンが書いたマイケル・レッドグレーブ・マイ・ファーザーをもとに同名のドキュメンタリー作品が BBC にて制作された。それによると、マイケルは両性愛者であったという。相手には、ノエル・カワードがいた。ありがとうございます。